ワンパーということで、天真爛漫実況、ルジさんルートを続きやっていくんですけれども、いやー、もうついに、ルジさんルートも大詰めですね。エンディングが前回入ってきたので、その終わったところから、今回ね、やっていくんですけど、エピローグですね。いやー、なんだろうね。最後、エピローグだけど、ちゃんと小太郎は映すんだなっていう。いや、いっぱいね、ご先祖様に、体もいろいろと使わされましたからね。まあ、ここの描写ちゃんとね、映さないとって感じなんですけど、いや、まあまあ、感想はじゃあ、この終わった後の最後にね、まとめて言うとして、じゃあ、今回、小太郎の心境見ていこうかなと思います。どういう感じなんだろうな。じゃあ見ていきましょう。起きたか、小太郎。もうおはよう。あ、っていうか、ここどこ？なんで僕はこんなところにいるわけ？なんだ？ボケてるのか？というか、自分探しの旅は終わったんだな。ここにいるってことは。ああ、そっか。もうこれも、織り込み済みというか、もう期待してたから、まあ、いおりに何も言わなかったのかもしれないな。多分。言ってないもんね。この、なんていうの？小太郎の事情、まあ、ご先祖様の事情はね。自分探しの旅？なんで僕がそんなことするわけ？どっかのおされメガネ野郎じゃあるまいし。ねえ。え？いや、だって。やばい。いろいろと祖母が生まれてしまう。そうだな。俺は、いおりと小太郎の間に入って、なんとかその場をごまかすことに必死になった。細かいことは気にするなって、それ若ち子若ち子よりも、みんな、ありがとうな。うん？ああ、別に私は、いいもの見れたしね。おお。俺、葵さんのその笑顔がいいものだぜ。僕も、こんなことならカメラ持ってくればよかった。手伝ってって言われたから邪魔になるかと思って持ってきてなかったんだよね。ごめん、今自分に対してキモって言いました。いやー、ダメですね、こういうのはね。そしてサトシがいい感じに場を和ませてくれる。ありがとうございます。またみんなであげてみればいいですよ。いや、これだけの数を揃えるとなると結構な金額になるんだぞ。そうそう、こいつ来週もずっとバイトする羽目になったんだから。なんか7、8万ぐらいだったっけ。すげえよな。バイト？春が？ああ、だからずっと働いてたんですね。そうなんですよね。そうなのか？だから働いてたのか、春樹。そう、一日中ね。一応、そういうことだ。そうか。ありがとう、春樹。ルリは今日という日を忘れないと思うぞ。おお、そんなに喜んでもらえるなら、頑張って働いた甲斐があったよ。まあ、でも、小太郎に、ねえ、まあ体、何、ご先祖様がね、女性だったっていうこともあって、そのね、小太郎にキスされることになりましたけど、ご先祖様のやつなんだけど、小太郎のやつもね、ちょっと入っちゃったから、体は小太郎だからな。まあ、いろいろありましたけど、うん。まあ、頑張った甲斐はあったよな。うん、っていうか、何の話？話についていけず、本当だよな。もう、小太郎何も知らないもんな。小太郎は眉を潜めて俺たちの顔をキョロキョロと見渡していた。どうやら、体を使われていた時のことは覚えていないらしい。まあ、魂が眠ってたらしいから、それも当然のことだとは思うが。ん？そんなみんながワイワイと騒ぐ中、俺はちょっと離れた位置に立つ宇野花の姿を見つけた。あいつ、空を見上げてどうしたんだろう。宇野花、どうかしたのか？いや、別に、何でもない。今の光景はすごく綺麗じゃった、と思っているだけじゃよ。おう。それだけか。にしては、やけに哀愁深い雰囲気だった気がしたんだが、他にも何かあるんじゃないのか？ん？お主のような抜け作にも、ちょっとはわかることがあるのか？おう。別にわかるってほどのことはないけど、何か考えてるみたいだったから。そうか。そんなことはなかろう。わらはいつでもどこでもどんな時でも、クールビューティーじゃからな。おう。おう。ちょっとまあ、抜けたことは言うがな。まあでも、
まあそんなね、姫さんを次は攻略するということになると思うんですけどね。お前、クールの意味を分かって言っているのか。細かいことはどうでもよかろ。うん、若ちこ若ちこ。わらは別にいつも通り、いや、いつもよりすがすがしい気分じゃな。おお、すがすがしい気分。なんで？さっきの光景を見たからか。さっきの小室井の光景に、悪しき神様を浄化するほどの効力があったというのか？誰が悪しき神様じゃ。本当にお主は失敬なやつじゃな。ついでに言うが、先ほどの光景にそんな効力はないから、ね、だろうな。やめて、なんかそんな現実を見せるのやめて、その。その伝統の、なんかタイの方々に申し訳ないから、なんかやめて。だから、お前は本当に人の心を読んでるんじゃないだろうな。完全に読まれてたな。そんな奇妙な力を持ち合わせておらんから安心せ。そうなの？ならいいんだけど。でも、すがすがしい気持ちって。わらわは、お主の努力に心打たれたんじゃ。おお。感動したぞ。今の綺麗な光景。凍りかけていたわらわの心が溶かされた。おお。これも全部。お主のおかげじゃ。凍りかけていた。何があったんだろうな。何の冗談だ。冗談でも何でもないぞ。本当に感動したんじゃよ。お主とて今更の話じゃろ。わらわが神としての検定試験を受けていることは。お、ああ、それは分かってるけど。わらわが試験を受けることになったのは、ちょっとしたことに悩んでの。おお。その場で立ち止まっていたからじゃ。ちょっとしたことに悩んで。あ、これはなんか重要かもしれないね。試験を受けることになった経緯ね、姫さんが。これ、なんか他のルートでも全然語られなかったからな。ルリさんルートだと、ここら辺出てくんだね。お、ちょっとしたことに悩んで、何かに悩んでたんだな。その場で立ち止まっていた。じゃが今のを見て、わらもやっと気づいたんじゃよ。くだらんことで悩むより、バカみたいに前だけ向いてる方がずっとマシなことにの。おお、何のことだ。気にするな、細かいことは。乙女の秘密じゃ。なんだそりゃ。ここまで言ってて、その結論を秘密にするって、まあ、でもなんかあるんだろうな。しかも俺の姿を見て気づいたって、一体どんなことなんだろう。とにかく、感謝しておる。なんじゃったら礼でもするか。そうじゃな。それがよい。ここは一つ、お主に礼をしてやろう。どういう礼ですか？え？何をするつもりだよ。何故警戒する？どこまでも失敬なやつめ。せっかく神様が礼をしてやろうというのに、こんなチャンスはめったにないんじゃぞ。なこと言われてもな。そりゃそうかもしれないけど、今までのお前の行動を考えると、何をされることやら。別に何もせん。ちょっとした気持ちじゃよ。綺麗な光景を見せてくれたお主への感謝の意を示すだけじゃ。おお。そう答えると宇野花は嬉しそうに笑った。そして俺の方に近づいてきたかと思うと、素早い動きで俺の頬に自分の唇を軽く触れさせてくる。おい。ちょっと。いや、嬉しいけれども。嬉しいけれども、ちょっとことをややこしくするのやめて。いわゆるキスと言われる行為のそれは、フンを吸い出すために唇と唇を触れ合わせるよりも、何か好意がこもっているような気がしないでもない。あ、なるほど。なんて、冷静に状況を分析している場合じゃなくて、そうだよな。いや、ほんとだよ。何してんだよ。感謝の意を笑わなりに表してみただけじゃん。受け取って。あー、エッチ。あー、いいな。もうその声ダメだ。その、息が混じった感じ。やばいわ。まあでも、あれだな。姫さんは結構このルリさんの一件に関しては、なんかこう、重く、ね、感じてる部分があったってことなのかな。まあでもだろうな。まあ、ルリさんにね、こう、従者みたいな感じで、ずっとついてくみたいな状態になってしまったわけだもんな。受け取るも何も、俺に拒否する暇はなかっただろうが。本当な。まあまあ、そう怒るな。わらわとしては、本当に感謝の意を表しただけじゃ。それに、神様のキスなんて、こんな珍しい体験そうそうできんぞ。まあな。まあな。あ、でも、いや、今思ったんだけどさ、なんで、ルリさんはさ、この姫さんに、
つくように なんていうの、この離れてはいけないみたいな感じになったんだろうね。だから姫さんも何かしら関わってんだろうな、多分そこの事件にさ、瑠璃さんの事件に何かしら多分関わってんじゃねえかなっていう予想をしました。今の一連の流れ、そしてなんか今すごいさ、こう清々しい気持ちになってるってことは、何かやっぱ関連してんだろうな。お前の記憶は欠落してんのか。今までに何度も唇と唇でって思い出したら、なんかちょっと顔が赤くなってきた。そうだな、感謝することにしたって、他の方法もあるし、いきなりこんなこと。嬉しい気持ちに任せて、うん、ついえってやっちゃった。やだ、笑わったらみんなが見てるのに恥ずかしい。ちょっとそこら辺の茂みにさ連れてっていい。ちょ、みんながさ見えないところにちょっと連れてっていいですか、ちょっと姫さん。えいじゃねえんだよ。え、ちょっと待て、みんなが見てる前、あー終わったね。やっと気づいたか。今確かにキスしたな。うん、軽くほっぺにしただけだけど、キスには間違いないね。そのこの二人に見られるのは、まあ、まだいいんだよ、まだいいんだけど、うん、うん、確かにキスだ。まあ、葵さんもちょっとまああれだけど、まあ今回はまだいいとして、これは大スクープ。うん、オッケー、カメラを持ってないサトシはまあまあいいとして、兄さん、うん、どういうことなんですか。産業で説明してくれませんか。うん、産業くれるんだなっていう、なんかサナさんもいいとして、この人ですよ。この獣ですよ、一番まずいのは。他の面々の驚いたような視線とともに、ルリの冷たく何の感情も感じ取れない視線が俺を貫く。ああ、まずいなこれは。ちょ、さっき会ったばっかりだったからな、いろいろと。あれ、おかしいな、いつものルリならうーってうなってくるはずなのに。ちょっと怖いな。これちょっと逆に怖いですね、何もしてこないこう感じ。今度は噛みつかれるかと思ったんだが、意外とそんな感じではないらしい。あ、まずいぞ。まずいぞ。これは逆に惹かれるぞ。ただこんな感情を感じさせないルリは初めて見る気がする。おお。いつもと違う感じが逆に怖い。怖いよね。ちょっと落ち着いて話をしようか、ルリさんよ。ルリは落ち着いているぞ。うん、何を言ってるんだ、ハルキは。バカなのか。うん、ああ、そうか。そうだったな。ハルキはバカなんだったな。うん、すごいなんか語気にトゲを感じるんだけども。さっき言ったことも理解できず、記憶に留めることもできないおバカさんなんだな。うん、だからまたキスとかされてるんだな。そうだな、うまく回避しろっていうね感じなんだろうけど、まあ素早い動きでされてしまったらしいですよ、ルリさん。いや、だからこれはそんなんじゃなくて、おい宇野花、お前からも説明しろよ。さあ皆の者、撤収するぞ。最悪だもん。ルリとハルキは何やら二人っきりで話があるらしいから、放っておけ。邪魔者は帰るぞ。いや、お前が一番必要なんじゃ。姫さん、今はあなたが一番必要なんじゃ。やりたい放題だなお前。俺の叫びも虚しく、状況をなんとなくながらも察知した面々はそのまま宇野花と共にこの場から去っていく。やべえな、もう修羅場だけ残して去ってたな。かと思うと宇野花がこっちに走り寄ってきた。お、そうだよな、さすがにこのまま放置とかないよね。普通これ爆弾落としてきそうだぞこれ。ああそうそう、うん、空にあげたあの気球のようなものはわらわの力で回収しておくゆえ、あ、安心するがよい。じゃあな。何の報告だ。何の報告だ。心配するところが違う。突っ込んでみるも、宇野花は今度こそ振り返ることもなくこの場から立ち去った。そして気づけばこの場に残ったのは俺とルリの二人きり。あのルリ、俺たちもみんなと一緒に帰らないか。その前にしておくことがある。うん、バカなハルキにちゃんと教えないとな。え、待って、これ3回目の例のシーン入るとかじゃないよね。教えるって。ルリは浮気は許さない。はい、でも安心しろ、もう無能なハルキには期待してない。マジか。言葉で理解させようと思ったルリも愚かだったから、ね、なるほど。怖いな。
いやなんかもう怖い教師みたいになってんだけど、マジ。いやいや、これでもちゃんとした人間ですよ。話せばわかるんじゃないかと思うから、ここは一つ穏便に。わかった。うん、穏便にその体に刻み込んでやる。しつけだな。その体にしっかりと教え込んでやるからな。怖い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 。もう可愛げはどこに行ってしまったの、ルリさんの。ダメだ、もう人の話を全然聞いていない。この冷たい怒りが収まるまで俺にはおとなしくゆいゆいダクダクと従う選択肢しかないだし。ああ、どうか一生治らない傷だけはつきませんように。終わり？はい。ということで、皆さん、さっきの画面からこの画面に飛んだということは、まあお気づきなのかもしれませんけれども、事故でございます。する？いや、あの流れでします？え、マジかと思っちゃってさ、ちょっと、一瞬俺思考が止まっちゃったんだよね。と思っちゃって。いや、な、途中から、お仕置きの流れに入って、ね。いや、その流れで、あれなんか、ちょっとこれ、お仕置きにしては、ちょっと流れがおかしいぞと。あれ、これなんか、例のシーンに入る流れかなとは、ちょっとね、こう、思ってはいたんですけど、なんかおかしいぞと。入りましたね。はい。じゃあ、最後、見ていきましょうか。びっくりしました。はぁ、あ。これで、完全に他の連中にもバレただろうな。てか、そっから始まんのね。今まで夏休みだったからなんとかごまかせてた部分があったけど、もう絶対に気づかれた。間違いない。なんだ？バレたら困るのか？浮気か？本当に懲りないやつだな、春樹は。まだ何も言ってないだろ。浮気じゃない、浮気じゃないからそのプレッシャーを抑えろ。そう、全然何も答えることはないんだ。だって俺は浮気するつもりなんてないし、そうだね。こっちの PP も腫れてしまいますからね、プレッシャーなんてかけられたらね。でもあんまり学園の噂にはされたくないけど、徳さんに知れた時点でそれは無理ってもんか。やばいな、確かに。浮気なんてしないから、俺にはルリだけだよ。知ってるぞ。うん。浮気するやつはみんなそう言うんだ。まあ確かにな。その通りだ。やぶヘビ。確かにこんな軽い言葉はあんまり使わない気がするな。本当だ。本当に俺はルリのことが好きだよ。俺はポンとルリの頭に手を置いて優しく撫でてやる。なら、うん、今のところはその言葉を信じてやらないこともない。撫でられてちょっと気分が良くなっちゃったかな。言葉とは裏腹にルリは非常に嬉しそうだった。もし半獣状態だったとしたら、その尻尾はパタパタと大きく揺れていたことだろう。それじゃあ帰るか、我が家へ。うん。あ、ここで終わるんだ。あれ、おお、まだ終わんないよね。そして気づけば夏が終わり、秋を過ぎ冬を越して、ちょっと重要な、ちょっと気づけば夏が終わるのはいいよ。秋過ぎないで、ね、秋過ぎないで、その文化祭の部分が重要な秋過ぎないで、ちょっと冬も越しちゃった。春を迎えた俺たちに一つの別れが訪れた。お、どういうこと？本当に行っちゃうの？ん？あ、ああ。わらわは神じゃからな。これからもその役目を果たさねばなら。検定試験に合格してしまった以上は。おー、でも春までかかったんだね、一応ね。なるほど。まあ、ルリさんは、まあ、これで、春樹くんの因縁というか、その、千歳家の因縁が完全に断ち切られたから、ってことね。だからまあ、こう、ルリさんと一緒にいる必要もないしな、姫さんが。しょんぼりとするルリに、宇野花はちょっと困ったような笑顔を浮かべる。何をそんなに暗い顔をしておるんじゃ。ほれ、もっと笑わんか。わらわは神に戻れた。これは喜ばしいことではないのか？でも、ちょっと残念ですけど、仕方ないですよね。姫さんには、姫さんのすべきことがあるんですよね。春樹の天罰もなくなったことじゃし、これ以上わらわがここに留まる理由はない。いつまでも、
神の座を空白にしておくわけにはいかんし。まあな、ここら辺の土地の神様だもんな。なら、ルリもやっぱり。ハルキと同時に、お主の罰もなくなった。うん。わらわに縛られる理由はないし、ルリにはルリの居場所が見つかったのではないのか。まあ寂しいけどな。残念そうなうなり声を上げながら、ルリは俺の服をキュッと握った。そしてそれ以上は何も言わない。ただ、ちょっと寂しそうにしながら、うの花のことを見つめていた。ルリ、いいのか？このドアホーが、本当に抜け作じゃの。女が決めたんじゃ。男は黙って、それを受け入れればよい。俺は服をつかむルリの手を剥がし、今度は俺の手と繋いだ。手のひらから伝わるぬくもりは心地よく、ルリもそれを感じているのか、徐々に顔をまっすぐに上げる。あー、なるほどね。まあ、お姉様からの卒業じゃないですけどね。今度は、まあ、春樹くんとね、一緒に、こう、まあ、紡いでいくって感じですよね。人生を。人生？なんだろうな。うん。また、会いに行ってもいい？もちろんじゃよ。もし時間があったら、わらわの方から会いに来よ。それじゃ、そんな来れるの？さよならは言わなくていいんですね。また、今度お料理を食べに来てくださいね。私、頑張りますから。なんかそんな気楽に来れんの？会いに来ようっつって。絶対、約束だから。神様が嘘をつくなよ。わかっておる。それではな。そうして、うの花が俺たちの元から歩み去る。ゆっくりと、でも着実に進んでいく野花は、その道の途中で、突然、拉致られた。おいちょっと何して、おいどういうこと、お何してんの、 なんじゃお主ら、何をするか。何拉致られたって、どうした。どうも、ご利用誠にありがとうございます。うん。野花の咲夜姫さんでいらっしゃいますね。うん。それでは、梱包させていただきますので。誰だこいつら。なんだ梱包ってよ。ドラクリオットか。ちょっと。いや、ドラクリオットじゃねえんだから。慣れた手つき。で、うの花をそのまま段ボールの中に押し込んで封をする。もう最悪じゃねえかよ。おい、マジか。何もう、そんなに無理やりなんだな。そしてトラックに乗せてしまうと、その配達人は車で爆走していった。誰なんだ、配達人。誰なんだよ、一体よ。帰りも。あんな風に帰るのか。姫さんも大変ですね。大変っすね。何なんでしょうかね、あれはね。しみしみつぶやきながら、それでいいのか。まあいいけれどもな。サナは家の中に戻っていく。だが、ルリの方はそこから動こうとしない。トラックが走り去った後をじっと見つめていた。やっぱり寂しいのか。なんでもない。ハルキが気にすることじゃない。別に正直に言っていいんだぞ。いい。ハルキはこうして手を握ってくれてるだけで。そっか。わかった。俺は改めてルリの手をしっかりと握ったまま家の中に戻った。お。おい、ハルキ。膝枕、もらってる。膝枕っていうかもうなんか、ね。お尻の部分まで、もう膝と膝のさ、その両膝のさ、間までにちょっと埋まっちゃってますけどね。なんだよ。ルリは、本当にここにいていいんだな。ああ、ちょっとまあお姉様に依存してた部分も、ルリさんあったかもしんないからな。ちょっと不安なのかもしんないね。こいつは今さら、何を今さらなことを言っているんだろうか。ルリは、今までずっと、天罰で姫姉様と一緒にいたから。でも、春樹にはそんなこと関係ない。もしだな、その。お前、人のことをバカバカだって言うくせに、自分だって相当なバカだろ。おお、なんだと？いいも悪いもあるか。俺はお前にいてほしいんだよ。俺のそばにずっと。本当にいいのか？しつこいな。お前は、いいって言ってるだろ？
それとも何か俺の言葉が信用できないのか。全然できないぞ。おお、相変わらずルリ以外のメスのことばっかり気にして。葵さんのこととかも気にしちゃってたら危ないよな、ほんとな。だからそれは違うって。そんなつもりで見てたわけじゃない。でも見てた。その目潰すぞ。やめてください。ガチでやめて。それはやめろ。そんな話じゃなかったはずだ。普段は腹が立つぐらい強気なくせに、なんでこういう時だけは弱気になるかね、こいつは。ルリは俺のことを好きか。好きだぞ。ハルキと一緒にいると胸が熱くなる、うん、一緒にいないと不安になる。あー、てかなんかあの地味にさ、これちょっと ここさ、あのこの下の部分さ、あまりねえ、テキストの部分さ、なんか撮りたくないからそのまま見せるんだけどさ、この手いいね。手こう若干繋いでるのが、若干ってかちゃんと繋いでるよね。ここがいいなぁ、一枚絵で。俺も同じだよ。ルリのことが好きだ。一緒にいないと不安になる。それじゃあルリはここにいていいんだな。しつこい。お前はここに、俺のそばにいていいんだよ。むしろ、いろ。命令してやる。ハルキに命令されると腹が立つぞ。もうどうすればいいんだじゃあ。お前は俺にどうしろと言っているんだよ。もういてくれって言ってもな。なんかもう不安があるし、もう命令したらなんか怒るしみたいな。でも、そうだな。そういう命令なら、ちょっと嬉しいぞ。お。ようやくルリは、俺の手を強く握り返してきた。今までみたいにちょっと握っていた程度じゃなく、本当に繋がったような感じだ。宇野花がいなくなって急に不安になったのか。今までずっと一緒だったから、あの罰を受けて以来初めて、うん、じゃなかった。姫姉様が春樹のところに行った時も一人になった。あーそっか。お前宇野花を追いかけて押しかけてきたしな。同じ段ボールの配達で来た時はかなり俺のことを敵視していたし、うん、なんだか懐かしいな。そんなに不安か。俺じゃ宇野花の代わりにはなれないか。無理だな。ハルキと姫姉様を比べるなんてありえない。おこがましいぞハルキ。身をわきまえろ。まあ神様だしな、向こうはな。まあ比べ物にはならないかもしれないがな。なんでそこまでボロクソに言われなきゃならない、なんないんだよ。それに、ハルキはハルキだ。姫姉様とは違う。お。ん？ハルキはルリの夫だ。姫姉様とは全然違う。同じにはなれない。だから、たとえ姫姉様でも、ハルキの代わりにはなれない。誰にもなれないんだぞ。おお、オンリーワンってことですか？ルリ。あ、やべ。ちょっと嬉しくなってきた。まさかルリからそんな言葉が聞けるだなんて、予想だにしていなかった事態に思わず俺はルリを見た。ルリもじっと俺の方を見つめている。だからちょっと寂しいけどいい。ルリはハルキの隣にいたい、そう決めたんだ。そうか。俺もルリにそばにいてほしい。ルリのことが好きだから。ルリの代わりは誰にもなれない。ルリのことが大好きだから一緒にいてくれて嬉しいよ。そうか。それじゃずっと一緒にいてやろう。そしたら浮気できないだろうし。ね。うん。いい案だな。まあ一緒にいてもな、ちょ、浮気みたいなことはするかもしれないけどな。ハルキ君は。マジでこいつ、いつでもどこでも俺のそばにいそうだな。仕事場まで来たらちょっとさすがにあれだけどな。別に浮気の心配とかじゃないけど大丈夫だろうか。あらぬ疑いをかけられて噛みつかれるならまだしも、致命的なことをされると俺はもう。いや、やっぱり多少の自分たちの時間を持つのは悪いことじゃないと思うな、俺は。どういう意味だ？お互い精神的に自立して、互いを信じ合い縛りつけることなく。つまり、浮気したいから多少は自由な時間をよこせ。ということか。まあこの話の流れはな。この話の流れだとそうなっちゃうな。別に浮気なんて言ってないだろ。怪しい。うん。怪しいぞ。決めたぞハルキ。
ルリはハルキのそばにいる、うん、未来永劫獅子孫孫まで一緒にいてやるぞ。獅子孫孫まで獅子孫孫までですか。おいマジか、怖えよ、呪いか。そんなに自由な時間が欲しいか。仕方ない、ルリも鬼じゃないからな。うん、分かってくれたか。ハルキのあれをぐちょぐちょにしてもいいなら、うん、特別に許可してやるぞちゃんと小種だけもらって、ちょっとあのねえ、お腹大きくなってきたらぐちょぐちょにするみたいな。いやいや、やばいわなんかやだな。鬼だよ、あんた悪魔だよ。しかもぐちょぐちょってどうする気。その擬音はいつも通り間違えているのか、奇跡的に合っているのか、どっち。冗談だ。ルリもハルキが種付けできなくなったら困るからな。うん、そっか何人ぐらい産むんだろうな。そうか。ハルキが他で種付けできないように絞り尽くしてやる、うん、それなら問題ないな。あら、いや、なんかこう天然にすごいエッチいこと言ってきますよね、ルリさん。あの、人魚って知ってますか。何それ、俺知らないんだけど。なんだそれは、内臓系の食べ物か。待って、俺知らない、それ、その単語わかんない、ちょっと後で調べるわ。俺の体大丈夫だろうかまあ、あの、ほどほどになって感じだよな。ちょっと心配になってきたけど、まあいいか。距離だ、うん、ルリだって本気じゃないだろう。いや、多分。まあいいや、とりあえず今はこのままゆっくりしようか。うん、そうだな。早速絞ってやるぞ、ハルキ。早速ですか。ゆっくりしなさいってば。っていうか、本気なのかよ。どうした、文句でもあるのか。文句はないですけれどもな。いや、なんでもないです。お手柔らかに。ルリに任せておけ。いい生活じゃないか、ハルキくん、絞られて。はい、ということで、エピローグいろいろありましたけれども。はい、ルリさんルート、完結いたしましたね。いや、早かったな、シャープ20ですか。ね、まあ、葵さんルートが30いくつ行って、で、佐野さんルートもいく、まあ、30近く行ってみたいな感じだったんで、まあなんか、もはやサブルートみたいな感じだよね。うん。まあ、ゆかりさんルートはもうちょい早かったっけ、確か。なんか同じぐらいだったっけ。もうそれぐらいの感じでしたね、ルリさんルートは。いやー、ということで皆さん、お疲れ様でした。ルリさんルート、いかがだったでしょうかね。まあ、感想とか、等々あればね、コメント欄にいただければなと思うんですけれども、まあ、ちょっとね、感想を話していくんですが、いや最後の、ね、ところがなんか、ちょっとね、面白かったんですけど、やっぱな、なんだろうな、ルリさんの話はさ、すごいこう、まあなんだろうな、こう、まあコメディーなところも面白かったんだけど、ストーリーがやっぱり、あ、やっぱ物語の根幹なんだなっていう感じはしたよね。うん。そこはすごい感じたな。やっぱりさ、こう、ハルキくんの天罰、ね、ご先祖様まで出てきて、実際女でしたみたいなね、もう途中まで男だと思ってたけどさ、ボクボク言ってたしね。まあなので、まあ、ご先祖様とかも出てきましたけど、まあ結局そのハルキくんの天罰っていうのは、まあルリさんがそのなんだったっけ、まあ蘇生させる薬だっけ、なんだったっけ、あれはなんか不死の薬だっけ、なんかそれを、飲ませようとしてみたいな、ルリさんが作って、それを、まあ、あのカズがご先祖様が飲ませようとしちゃったから生まれてしまったっていうことだったんだよね。で、最後にさ、出てきたんだけど、このルリさんとこの姫さんの、関係性というかさ、まあ姫さんも何かしら関わってそうな雰囲気出してたよね。まあ一応関わってはいるんだけどさ、まあその上役の神様か誰かが決めたのかわかんないけど、まあ姫さんとルリさんは一緒にいなきゃいけないっていう状態になってたわけでしょ。だから、まあ、この姫さんも何かね、関わってるのかなとは思ったんですけれども、まあ、でもそれでもね、まあ、ルリさんが、まあ、悪いって言ったらいいのかな。うん。まあ、そういうことをしてしまってということで、まあ、結構なんだろうね。もう本当に最初は、なんだろう。
ね、7月ぐらいで始まって、もうなんか8月ぐらいでもうパン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 こう進んでって、まあ、文化祭もう過ぎて終わりみたいな感じなのかなと思ったんですけど、もう8月ぐらいでこうパッともうなんか2ヶ月ぐらいでまとめられたみたいな感じだったよね。夏休み入って、夏休み終わる前でうまい感じに終わってデイピローグみたいな感じになりましたけどね。はい、まあルリさんルートはなんかそんな感じだったんだなっていう印象です。まあなんか短かったなっていう印象もあるけど、でもやっぱその短い中に相当凝縮されてたっていう感じだよね。はい、まあ、サナさんルートとかアオイさんルートとかは結構長かったりとかさあったけどさ、こうずっとね、アオイさんだったらこう、まあ、ドッペルゲンガーの下りとかあったり、まあ、サナさんだったらなんだろう、そのサナさんがなんか消えてしまうみたいなね話がこう結構長かったりとかありましたけど、まあでもルリさんの場合はそういうね、ルリさん自体の問題というわけではなく、こう過去と向き合うというかね、うん、まあそういう感じ、もう早い段階でまあね、シャープ4とか5ぐらいでつがいになってさ、でも例のシーン入ってきて、もうそっからの下りですよもうなんかずっとルリさんが浮気してたっていう浮気してるみたいな感じでさ言ってくるような下りが多かったですけど、まあでもね、やっぱ春樹くんも、まあ、ルリさん、まあね、自分のご先祖様のことだからね、うん、まあ、ルリさんを悲しませたくないっていうところが主だったんだろうけど、それをこうなんていうのかな、ずっとそのために頑張ってたみたいなね。最後はもう本当にバイトまでしてさ怪我までして、うん、まあ小室老いをあげるためにね頑張ってたっていうところで、うん、春樹くんはやっぱ最後まで頑張ってたんだなっていう感じでしたよね。まあ本当ルリさんルートは最初はどういう感じでさこれ付き合うのかなとは思ってたんですけど、あれだね、もうまさきさんのやっぱ前例というかさそういう感じだったんだね、この転身が、あの甘い色のね発情病気発情ですよ。はい、もうやっぱりセリアンスロープじゃないけど、もうそういう感じのなんだろうな、系譜があったのかもしれないなここにもしかしたらこの天真爛漫の前に、あ、でも獣耳系ってさ、ルリさんが初めてだっけ今回、歴史的に言ったらこのユズソフトさんの、まあ、1,2,3、まあ、ブラバン、あとは夏空彼方、あとはエグゼだっけに、なんか獣耳キャラっていたっけ、まあ、いなかったらもうねまさきさんの先祖ってことになるよねなのでまあそういう意味でもかなりなんかユズソフトさんの歴史の中で本当に濃いルートだったのかもしれないね。短いけどね短いけど、シャープ20しかなかったけど、メインの中ではシャープ30いかないルートっていうのも結構珍しいんで、まあ結構40分とか50分とか取ったりしましたけど、まあそれを分けたとしても22とかそれぐらい、23ぐらいで終わるっていうレベルなんで、もうだからそれでも少ないよね。うん、だから結構まあ序盤の方で猫の下りがあったりとかさ、まあ序盤の方でもそんなにこうあまり内容は濃くはなかったんだけど、まあでもやはりこうね、ルリさんルートに入ってからは、やっぱその話、この天真爛漫の根幹の話をこうねずっとやってくっていう感じだったんだね。いやでもさ、やっぱ心残りとして文化祭見たいよね。てか文化祭全然出てこないじゃんまあサナさんルートもアオイさんルートも一応出てきはしたんだけど、文化祭どころじゃなかったからさ、アオイさんルートに至ってはもう文化祭どころじゃなく、もうあサナさんルートかな、文化祭どころじゃなくもうずっと探してたもんね。だからもう本当にここのね、文化祭っていうところがね、なんか7月ぐらい、なんか8月ぐらいに出てきて、あ、これ文化祭のシーン来るのかなと、ルリさんルートはなんかサナさんと同じさ、なんかお化け屋敷のところだからなんかあるのかなと思ったら、なんもなかったでなんかこうルリさんのお化け姿見れるのかなみたいな、ね、感じでちょっと期待はしてたんですけど、そこはねなかったですね。まあでもなんだろう、まあ、最後の小室老いのね下りとかもそうだし、まあ夏休み、その9月のね
投稿で夏休み終わりのねシーンとかはなかったですけど、まあそれなきにしても、うん、内容がすごい濃かったなっていう、まあコメディ的にもねっていう、そういうルートではございましたね。はい、ということで、まあこれ以上いっちゃうとちょっともう40分いっちゃうんで、じゃあ次回のルートなんですけれども、もう上がりますよね、最後のルートでございます。まあ一応ね、会長ルート、あの時和さんルート残ってるんですけど、まあそれはねまた戻ってきてやるということでですね、今回はこちら、次回か、今回じゃない、次回は、まあついに俺がもう待ち望んでおりました中の人というか声的にもうドンピシャ、うん、もう他のルートでもねちょっと危うく生きかけていた生きかけていた、いろんな意味でちょっとルートにも生きかけてたし、いろんな意味で生きかけていたこの姫さんのルートに行きたいなと思います。まあ姫さんはどういうルートになるんでしょうかね。まあルリさんが物語のその根幹だったわけなんですけど、不幸のね、意味だとか、まあその理由だとか、まあそういうところっていうことを、まあ事細かにで語った回だったとした、まあルートだったとすると、この姫さんはどういうルートになるんだろうね。まあだからそこら辺もひっくるめてってことなのかな、不幸とかもひっくるめて。まあでもルリさんがやっぱりさ主だったから、その不幸に関しては、だから不幸に関してというよりはその姫さんの、まあ、試験に関して、なんかね、ルリさんの最後の方でなんかすがすがしい気持ちとか、なんかまあさっきも言ったんだけど、まあそういうちょっと意味深なことを言ってたんで、まあなんかルリさんとかね、あとはこう春樹くんのさ、ことに関しても頑張ってたわけじゃないですかね、検定試験の条件で、まあ、春樹くんのこう不幸をっていうか千歳家の不幸を、まあ、払うようにっていう風に条件付けてたんで、まあ、なので、まあ、何かしらこう春樹くんとも関わりはあるのかなとはね、まあ、踏んではいるんですけど、まあ、その中でその流れの中でこの姫さんが、まあ、どういうルートになるのかっていうのが一番気になるところだよね。はい、ということで、じゃあ次回以降、姫さんルートの方を楽しみにしていただければなと思います。もう個人的にも最高に楽しみなルートになっております。はい、ぜひぜひ次回以降もお楽しみに。それでは以上です。ご視聴ありがとうございました。ここまで、ルリさんルートを見てくれた方々ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。